8月18日、日本水泳の聖地といわれる東京辰巳国際水泳場で、公益財団法人ブルーシー&グリーンランド財団主催の2018B&G 全国ジュニア水泳競技大会が行われました。19回目の開催となる今年は、北は北海道から南は高知県まで、全国26都道県から過去最高となる672名のジュニアスイマーが参加しました。我々の2020年東京オリンピックパラリンピックまで2年を経ちました。今日は大会が近づく中、ぜひこの中から近づけられて、この番組を通して世界と戦う選手と期待しています。大会は計30種目を都道県別のチームで予選・決勝を争い、男子の部、女子の部、総合の部とそれぞれの表彰台を目指します。またこの大会は障害の有無にかかわらず分け隔てなく参加できる大会として、認定 NPO 法人スペシャルオリンピックス日本東京所属の4名、そして今年から新たに一般社団法人日本身体障害者水泳連盟所属の8名、計12名のパラジュニアアスリートが参加しました。パラジュニアアスリートたちは順位とは関係のないオープン出場という形でレースに参加。たくさんの声援を受け、日頃の練習の成果を大いに発揮しました。昼休みに行われたエキシビションゲームでは、健常のジュニアスイマーとチームを組み出場。 B&G チャレンジフェスティバル、ノータッチボールやカッパになりきってボールを運ぶカッパリレーを楽しみながら交流を深めました。またスペシャルオリンピックスの4名に対して、大会顧問の中村舞さんによるメダリストワンポイントレッスンも行われ、子どもたちにとって貴重な体験となりました。そうですね、この大会を通してというか、私は水泳教室で全国回らせてもらっているんですけど、やはりまず第一は水泳を楽しんでもらうっていうことと、今回参加した選手たちはやはりきっと夢や目標はね、水泳選手になることであったりオリンピックに出ることだとは思うんですけど、きっと水泳だけではなく生きていくだけでもね、いろんなことがあると思うんですね。辛いことや苦しいこと、そういったことをなんか水泳を通していろんなことを乗り越える力をぜひ子どもたちには身につけていただきたいなって思います。はい、さらにアトランタ、シドニー、アテネ、北京とパラリンピック4大会連続出場を果たし、合計20個ものメダルを獲得した成田真由美選手がスペシャルゲストとして登場。選手には泳法を披露していただきました。今大会を振り返っていかがでしたか？今回障害がある選手も一緒に泳がせてもらうことができて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。でやはりその選手を含め家族の方とかも障害を持っている人たちが泳ぐっていうなかなかない機会だと思うので、本当に嬉しいなと思ってます。私の場合は腕だけで泳ぐっていうことで、水泳
ていうのは、その赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなができるスポーツだと思うので、その年齢も関係なく障害も関係なくできるスポーツに私はすごく魅力を感じているので、なんかすごく今日はとても有意義な一日になったと思ってます。今年も熱いレースが繰り広げられ、結果は男子の部、女子の部、そして総合の部と山梨県が見事3冠を達成。圧倒的な強さで4連覇を成し遂げました。最後に菅原大会会長よりメッセージが送られました。皆さん、そして人を思いやる皆さん、これを持っているこれから大人になる十分立派な人物になれるようにしたことを信じています。ですから皆さん、決して人には負けません。必ず支えられる人がどこかに、皆さん安心して頑張っていて舞台で仲間と共にたくさんの経験をしたジュニアスイマーたち。2年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックで活躍するアスリートが出ることを期待しましょう。